日の元に熱き小玉が響いている。小物柄よ、始まりの世にてその心を燃やせ。よっ、続け。おっ、おや、鹿之助の姿が見当たらないようだが。うふふふふ、こそこそ。来たな。僕は天子重要士見習い山中鹿之助。この砂があれなんだっけ。ビビるんじゃない鹿之助。皆さんがいなくたって僕だけで賊の一人や二人。ハハハハ、天子の重勇士。キャツらを全員倒さねばこの地は落とせぬということか。お願いします。鹿之助を無視しないでやってください。立つ術など路傍にいくらでも転がっていいよ。勝負を捨てるな友よ。おい、鹿之助のやつはどうした。今おやすさんが看病中です。見習いだってのに無茶しやがって。幾千もの夜と孤独がむせびなり砂の防壁は生まれた。その程度で倒れるあんたがね。そのはずだ。それがひどし。この一歩が我らを勝利へと導いてくれましょうぞ。引きずり込んでやるのさ、俺たちの砂の世界に。どうやせシャム、この戦場にて死にかせねばならぬようだな。鹿だてらにおやすさんも頑張ってんだ。気が入れるぜ。兵卒として歩むのもなかなかどうして心地よいな。みんな安心してください。アルジャマは必ず見つけ出します。さらします。ああ、それにしても先ほどの証明は一体何だったのか。武蔵坊弁慶のごつ。なんだ、砂の壁の位置が変わっている。Thank you.
牙はウヌには向かぬようだ。他に持ち帰るがよい。いつか一人前の武将に。ああ下手に。そうだ、アマゴは砂と共に育った。我らの自由はここにある。親分、俺たちを置いていっちまうのか。あったー、下手には捕まえた。でも、ハル様は譲って。さっき、鹿を見たような気がしたんだけど、こんなところにいるはずないよな。おやっさんすら寄せつけない危険区域、そこがそうだ。ひるむまいぞ。ひるめば爪と牙の餌食だ。とどめは槍、弓、いや、おそらくは刀でござろうな。俺の命と魂に変えて守ってみせます。ハル様発見。え、僕を総大将に。で鹿之助は天子古城の希望の星なんです。そうだ、ここは世と世の剣があれば十分だ。御心に従いまする。あ、よく寝た。おやさん、なんでそんな怖い顔して。これはこってり絞られるぞ。おやすさん、ほどほどにな。皆の者、ここは一つ拙者に任せい。お上に罰されるとは、ああいうことだ。ひげなどするな。そなたもまた一番星よ。なんと思い通りにいかぬことか。すでに崖っぷちのようだが、青も官軍に逆らうか。天下創生、まこと途方もない話だ。ああ、僕負けちゃったんすね、あっという間の。重勇士も残りわずかだ。もう一押しですぞ。ああ、すいません、おやさん、一人で勝手に出撃しちゃったりして。君はコスナを感じて。こんな時のために鍛えてきたんだ。逃げやす。
早くみんなに認めてもらいたくて、おやっさんに頼らなくても戦えるんだって。俺たちも砂の無限郷へと消えていくのか。あの角。ちょっと待ってください。あ、おやっさん、お角拝借。山中鹿之助、操作開始。アギロー風に登れ。おやっさんと一緒なら一人前以上に戦えるんだ。今度こそ僕たちの出番っすね。よし、行きましょう。おやっさん、仮に弟子を迎えるならばその方のようなものがいいな。雲の上まで。うん、そうだ。天に返し立てまつっても足利の理に従ったまでぞ。え、お前はまだ行くぞ。雲よ、なるほど、あなたの疑いは晴れました。では先を急ぎますゆえ、これにてごめん。乱は終わらぬ、終わらせぬ。人よ回せ、定めを回せ。そして願わくば打ち砕いてくれ。ごきげんよう、帝よ。信じ。豊臣を追われた砂人が今なお逃亡を続けているとだ。巨大な地下道を発見。ごきげんよう。